今回は C 級順位戦の昇級枠をもっと増やすべきだと議論する将棋ファンの声を紹介するよ。レーティングが高いにもかかわらず順位戦の最下級から抜け出せない C2 四天王、彼らのような棋士が出現するのは制度に問題があるのではないかということが背景にあります。ではいきます。提案、C 級1組から B 級2組4枠、C 級2組から C 級1組5枠にする、B 級2組は高級点のつく割合を 25% から 30%、C 級1組は高級点のつく割合を 22.5% から 35%、C 級2組のみ高級点のつく割合を 22.5% のままにする。もう A 級に価値なんかないんだから注意線なんかどうでもいい。サッカーとかみたいに、昇格決定戦枠を作れば盛り上がるかもしれん。2枠くらいで昇降格を争う。91で上がれないのなら C4だと言えるけど、73以下なら C4 でもなんでもない。八代大基本だ、誰一人として9勝したことないのな。2023年度 C2 は9勝した3人だけが昇級、制度に問題はなさそうでよかった。藤井さんだって今の制度だったらストレートだったのに、2年縛りもなくなったのに、これ以上甘くするの？毎年4人4段になるから昇級枠は3でいい。来期53人とか一向に減る気配ないのが残念だが。他棋戦でどれだけ活躍したかは関係ない。結局2期続けて勝ち込めばちゃんと上がれる仕組み。それができないなら仕方ない。年間通して維持する必要がある棋戦だからね。1敗ぐらいならまだ頑張れるのに実力がないから折れちゃうんだろうな。順位戦の実力がない棋士は他の棋戦で頑張るしかないね。順位戦の昇降級枠は数年ごとに見直すことになってる。次回の見直しで変更になるかもね。それやると C1 の高級点増えてどんどん順位戦が年寄りにきつくなるけど、そこまでやるかね。しばらくはこのままだと思うがな。枠を増やす？まるで、ワールドカップで中国を出場させたい的な？ B 級も C 級もいらない藤井聡太以外誰もいらない状態やん。三段リーグもそうだけど、強いやつは普通に上がるからな。 C2 ごときでヒーヒー言ってる連中を温情で C1 に上げても意味ないだろ。 C1 でヒーヒー言うだけじゃねえか。むしろ温情で高級枠少なくしてあげてるようにしか見えない。収入の急激な低下が起きないようにするため、実力は高級相当だけど高級から過保護に守ってあげている感じがする。実際 B1 や B2 は枠増えたかだいぶメンツが変わってきてるしな。今の高級点の割合だと今期は大輔杉本天帝も行くだろう。今の方式はプロとしての棋士の生活を守るためには良い方法。どうしたって戦う力が落ちてからの生活を守る方法は簡単ではない。高級点がいらない、回は即落ちでいい。上に上がるにはどこかにボトルネックがつきものなんだよ。今は C2 と3段リーグが該当してる。過去10期、各クラス1期抜け B1 佐藤天彦、稲葉、藤井、中村田、増田、B2 斉藤慎、永瀬、千田、近藤誠、藤井、佐々木優、大橋、石井。C1 沢田、高見、大橋、渡辺和、服部、古賀、C2 青島、近藤誠、藤井聡、伊藤匠、古賀、藤本、10年のうち6年で1期抜け発生してるし、言うほど厳しいか？在籍している人数で割るべきなんじゃないかな。 B1 は13人しかいないが、C2 は50人以上いる。1期抜けの人数が4倍くらい入ってもいいんじゃないか。 C1 下位2名は高級点関係なく一発 C2 くらいはやってもいい。8人に上がる価値がないのなら、1級とか28にもう1年やらせる意味もないと思う。下位 5% は一発高級でいいんじゃないか。高級点が複数になると高級するんだから、昇級も同様に、昇級点を複数積むと昇級できるようにすればいいかもな。藤井が頭跳ねされたのをきっかけに改革が進んだ。何かのきっかけがないと大きくは動かしづらい。あの藤井でもってことで改革が進んだ。今不当に上がれていないなんていう若手は皆無。改革は不要。弱いやつ上げてもすぐ落ちるんだから今のままで良い。
逆に昇級枠を減らしてもいいくらいだ。 C2 に関しては9勝すら上げたことない騎士のために配慮する必要はないな。 C2 程度で無双できない騎士は上がらなくていいよ。8-2でジョーガレルジに緩い相手に取りりこぼし7-3とかやカラス佐々木ハーレだろ。第一は続けざまにタイトル挑戦した年度に順位戦は過去最低の6勝4敗。ついに昇級ラインにかすりもしなくなった。高級点というしょぼく歴史の救済システムって廃止した方がよくね。 C2 だけは許してあげて。ただ、B2、C1 はいらんにどい。そう当たりじゃないから高級点っていう理屈だよ。当たりが悪くて高級点を取ることはあるけど、勝ち越したり2回連続差し分けならそのクラスの実力は十分あるから帳消しってこと。じゃあなんで昇級は昇級点じゃなく一発で上がれるんだっていうのはあるが。ものの見事毎年三段リーグ抜けてくる数から考えれば3枠で十分だわな。同期内ですら引いてられないような奴はいらん。過去に B1 以上の実力あったけど、上がれなかった人は皆無。落ち着くところに落ち着くのが順位戦。それでも C2 の枠は4にすべきだな。C1 から C2 に落ちて再度昇級したことはあるんだろうか。 A 級と B1 は何度もあったし、それが当たり前だと思うんだけど、そういうのは考慮しないんかな。順位戦が5クラス制になってから約70年だけど、その間に C2 矢印 C1 最昇級はたった一人だけ。最終的に A 級に上がるとはいえ、18歳6ヶ月でタイトルを取りながら14年間 C 級1組にいて、その間100勝40敗の勝率 71.4% をマークするみたいなのは、やっぱり精度が悪いと思うんだよな。佐々木大地七段も同じようなことになりかけてると思うが。まあポンコツ4天皇は置いといて、有望な若手を少しでも早く上のクラスに上げるという意味では、昇級枠を増やすのも悪くないかもしれない。急に生涯無縁な有象無象を無理やり上げても意味ない。そして A 級に上がれるようなやつは現行制度でも昇級していく。増やすのは C 級だけなんだから A 級は関係ないだろ。 A 級まで行った騎士もほとんどが C 級で足踏みしている。本来 C 級なんて下のクラスで素通りしてもおかしくないはずなのに、 B に当たりが一番昇級しやすくなっているのがおかしいよ。上に行くほど昇級しにくくなるのが普通だと思う。確かに上に行くほど昇級しづらくなるのが普通だよな。やっぱり今より昇級と高級点を増やした方が良いと思うわ。歴代名人が順位戦で一番足踏みするクラスが C 級2組なの明らかに違和感しかないわ。逆に B にはみんな楽々突破してるからな。あの羽生善治ですら C に抜けるのに2年かかってる。やっぱおかしい。渡辺も確か C2 に6年いたんだっけ。渡辺明のことなら3年。名人挑戦者 A 級維持の騎士はどこで足踏みしているんだろう。藤井が C1 を9、1で上がれなかったのは覚えているが、タイトル挑戦したら B2 に飛び級でいいよ。タイトル取ったら B1 ね。ただ高級しやすくなると、将棋界を引っ張ってきたタイトル経験者の先生方があっという間に C 級まで落ちることもあり得るわけで、それは残念な気もする。達人戦もできたしシニアクラス作るのがいいと思うんだけど、 B2 以下の50歳以上はシニアに移行すれば人数が減るし、ベテランもその方が勝てるから楽しいんじゃないか。ただし B1 以上なら何歳でも順位戦続けられる。普通に新人を最初から B2 や C1 にぶち込むのは悪くないかもね。弱いのは高級するから問題ないし、C2 のおじさんが変な若手にボロ負けすることもなくなる。C 級2組の昇級枠は上位5人まで。ただし2敗以上しても昇級できるのは上位3人までってことにすればいい。50人以上のリーグで昇級3人は異常だからな。C2 は2分割してもいいわ。今回はここまでだよ。よかったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではごきげんよう。